今日のデザートはこれ、ボンフィンデセマーニャ。いいですか、わざわざそれをベルトを変えないと嫌なんだね、うん、はい、気をつけて割れてるから。じゃあ俺持つわ。じゃあ、おまだ綺麗だね、ブルーゲーネビー。これだよ、ラバータールで、ヒュートルバイン、シンプルバイン、小文字だし。今日は久しぶりにアデガドモンテに行こう。朝から市場に行ってきて、サバとかいろいろ買ったからね。最近1、2週間ぐらい行ってなかったから、ちょっと行っとかないとね。なんか美味しいものが新しく出てるかもしれないし。あ、なんかだいぶ暖かくなってきて、さっき寒かったのにね、だいぶ暖かくなった。あ、そういうこと。ハイビスカスもついてる。ボンディーや、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 ここにします。ノベンブロでちょうど1年だから。何する？あ、今日はね、なんかフォルムもあったよ。アホシでフォルム。でもこの前食べたからね。エントレコーシさんのフェルニー、ハフェルニーね。アトムのビフェがある。いや、フォルネオ。フェルネオ。フェルネオ。フェルネオ。サバデフェルネオ。あ、フェルニー。Can I drink it? Sí. Is that water? Natural.このビールがね、なんでここまで美味しいかというとね、綺麗に、あ、そうだ、この間このグラスいいなって言ったらくれた。本当のあの YouTube のチャンネルについてるあのサグレスのマークのやつ。ブランコ？ピケノ？ピケノジャハ。お。ピケノ？ピケノ？ピケノジャハ。ブランコ？ブランコ。オーケー。ポルファボ。ポルファボ。こう入る。これ可愛い。ね、すごい。なんかこれ私、これ欲しいね。これちぎやすくない？うん、可愛らしい。だからこれにさ、うん、買えばいいんだよ。カラフルみたいに使えばいいってことだよね。これ可愛い。250ミリだから、缶1本、ビール缶1本ないぐらいか、300ミリだけあれ。ビールマイン。これどれぐらい？250だった。あ、250だから、ワインの3分の1だね。ワインは750だから、3分の1だ。あ、まあそう。これは豚肉で、あれだよね、ソースに漬け込んであって焼いてるんだよね。このレモンとかもね、面白いよね。すげえ。なんか外で食べるご飯が人が作ってくれた、人ん家でね食べるご飯みたいで、これも美味しそう。これアトムだからマグロ。そうそう、マグロ。マグロ。クリアゼイト。忘れてた時ね。
レモンつけると美味しい。これさっきアレックスに俺食べたことあるかと思ったら多分ないと思って言ってたから実際食べたことない。ない、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 これはないね、うん、すごい美味しそう。これは美味しそうだな。こういうのの食べ方をね知らないよ、ね、それ美味しそう。でもあ、美味しそう、うん、ポンだってワイン、これどうだろう。このね、やっぱこの炭火でね香ばしく焼いてる感じが最高の、うん、美味しい。随分美味しいですな。手前も超美味しい、うん、そうだね、全部美味しい。肉料理は食べれないけど魚だったら2品いけるよ。今日のデザートは米ボンフィンデセマーニャ。Hey, yeah.